ラテン帝国は、第4回十字軍がコンスタンティノポリスを攻めて、東ローマ帝国をひとたび滅亡させた後、コンスタンティノポリスに建てられたカトリック国家である。いわゆる十字軍国家の一つ。ラテン帝国という国名は、東ローマ帝国側からの故障であり、正式名はロマニア帝国という。ロマニアとは、ローマ人の地の意味で、東ローマ帝国の後継国家を目指す意味を持っていた。 1261年、東ローマ帝国の亡命政権の一つである、ニカイア帝国に滅ぼされた。1204年から1261年に存在した帝国であり、ラテン帝国は、第4回十字軍がコンスタンティノポリスを攻めて、東ローマ帝国をひとたび滅亡させた後に、コンスタンティノポリスに、ボードアン救世により建国された。カトリックを宗教とし、 元来のギリシア正教会を否定した、いわゆる従人軍国家の一つであり、実質的にはベネツィア共和国に資本、軍事を一切委ねた形であった。ラテン帝国という国名はニカイア帝国側からの故障であり、正式名はロマニア帝国といい、ロマニアとはローマ人の地の意味であった。そのため、東ローマ帝国の後継であると自称しているという、 ことが伺える。元来、経済基盤や権力は打弱であったため、常に、ニカイア帝国、ブルガリア帝国、モレアス先生公国などの東ローマ帝国の亡命政権や、ギリシア正教会系の国家の脅威にさらされ、続けていた。ベネツィア共和国の講演も乏しくなると、ついに末期的症状を見せるようになり、財政も破綻した。1261年。 東ローマ帝国の亡命政権の一つであるニカイア帝国に滅ぼされた。皇帝は亡命し、イタリアに渡った。建国者、ボードアン九世、造船2 0 4年、コンスタンティノポリス陥落後の選挙の結果、フランドルハクボードアン九世が初代皇帝に選出された。これは前東ローマ皇妃と結婚して、ギリシア、ハンガリーの支持を得た、モンフェラート皇。 ボニファー・チョ一世が強力になるのを恐れた、ベネツヤ側が、より弱体なフランドル博を支持したためであり、ボニファー・チョ一世はこれを不満とし、最初から不協和音が流れていた。ボードゥアン九世は、5月16日に、初代皇帝ボードゥアン一世として即位し、旧東ローマ帝国領の全土の征服を目指した。当初は、順調に征服が進むかに見えたが、 東ローマ帝国のギリシャ人貴族層を礼遇し、東方正教会の聖職者たちにはローマカトリックの天礼を強制したため、ギリシャ人の不満は高まりだした。貴族たちは東ローマ帝国の皇族たちが各地に建てた亡命政権へ参加したり、ブルガリア帝国と協力するなどしてラテン帝国へ抵抗し、聖職者たちは協力を拒否した。一方、 ラテン帝国の領土は十字軍の騎士たちに報道として分割されたため、存立基盤が弱く、指導者の一人だったモンフェラート公、ボニファーチョ一世は皇帝ボーダン一世と対立し、ギリシアにテッサロニキ王国を築いて反独立の構えを示した。ベネツィアの関心は、軍統領土と開港の保持と政界権のみで、帝国の内陸部には興味を示さなかった。 この情勢を見た、亡命政権の一つ、ニカイア帝国のテオドロス一世ラスカリスは、ブルガリア王カロヤン・ヨハニッツァと結んで、ラテン帝国と対峙した。1205年、侵攻してきたカロヤン・ヨハニッツァのブルガリア軍と、対戦したラテン帝国軍は大敗し、指導者の一人だった、ブロア・ハクルイは、戦死、皇帝ボーダン一世は、捕虜となった。 勢いづいたブルガリア軍は各地を蹂躙し、ラテン帝国側は首都コンスタンティノポリスの他にはいくつかの主要都市を維持するだけであり、同年には頼みのエンリコダンドロも病死し、早くも滅亡寸前となった。アンリドエノーテッサロニキオーボファニーチョイス選手化し、ブルガリアのあまりに激しい略奪のため、ギリシャ人は再びラテン帝国を頼るようになった。摂政に立った。 ボードゥアン一世の弟アンリドエノーは、ギリシャ人に融和的な政策をとって、彼らの支持を受ける一方で周囲を制圧し、東ローマ亡命政権のエピロス先制公国や、二階や帝国とも有利な条件で講和を結ぶことに成功する。また、テッサロニキ王国のボニハーチョ一世とも、彼の娘と結婚することで和解した。しかし、1216年に、 アンリが死去すると帝国は再び衰退し始め、1229年にエルサレム王だったジャンド・ブリエンネを迎えて、立て直しを図ったが大勢は変わらず、最後の皇帝ボードアン2世イドクルトネーの治世は、西欧からの援助を請うことだけに費やされた。1261年ラテン帝国軍が出払っている暇に、ニカイア帝国軍に、コンスタンティノポリスを占領され、滅亡した。 ボードゥアン2世はイタリア半島に亡命、ついでナポリオ王国に亡命した。ボードゥアン2世の息子で名目上のラテン帝国の皇帝、フィリップ1世とクルトネーラテン帝国の衰退は止まらず、代わって東ローマ帝国の亡命政権のニカイア帝国が勢いをつけ、1259年9月から始まったペラゴニアの戦いではニカイア帝国の大貴族で、 共同皇帝、ミカエル・パレオロコスの下、勝利した。1260年の戦いでは、脱回に失敗したものの、ついに1261年、守備が手薄になっていたコンスタンティノポリスを脱回した。この戦いに敗れた最後のラテン皇帝ボーオドゥワン2世は、イタリア半島に逃れた。その後、昭アジアでは、ミカエル・パレオロコスが、東ローマ皇帝ミカエル8世、 パレオロゴスとして体感され、ここに東ローマ帝国が復活した。東ローマ帝国を復活させたのがニカヤ帝国であるため、この国が東ローマ帝国の正当な亡命政権とみなされる。なお、最後のニカヤ帝国皇帝ヨハネス4世イラスカリスは敗因され、遊兵された。ボードアン2世はシチリア王、シャルル・ダンジューの支持を得るために、 シャルル・ダンジューの娘と結婚した。彼女との間にはフィリップという息子がおり、名目上のラテン帝国の皇帝となった。シャルル・ダンジューの親族のフランス王はフィリップに大きな年金を与えた。フィリップは彼の階級に応じる生活を持つことができたが、それは実際にはシャルル・ダンジューのコンスタンティノポリスを征服して地中海帝国を築き、 聖地イエルサレムを奪回するという地中海政策における道具に過ぎなかった。名目上の皇帝位は彼の息子に引き継がれ、その血縁をたどって、現在のラテン帝国の名目上の皇帝位は、ホーエンツォレルン家のゲオルクフリードリヒホンプロイセンとなる。ありがとうございます。